買ってとか車買ってとかだったんだけど、そうだね、大きすぎませんか。そう、でも今はなんか自分のじゃなくて子供にこういうの買ってあげたいとか、子供の洋服選びたいとか、そっちになりました。あ、そうだ、変わってるわ、ちょっと俺パパの自覚がアレックさんの中でマジでえばる。それやばくね。いいのかな、それで俺。え、そこに疑問を持ちますか。いや、価値持ってんのかな、俺多分ね。え、でも嬉しいなんですよね。嬉しいです。でもなんかアレックの出費が今まで多かったんで、なんか子供が生まれてからの方がすごい減りました。出費は、はい。パパをやっぱ立ててほしいでしょ。のんちゃん聞こえてますけど困るんですよ。だから